暴走パンダくん。暴走パンダくんのあのね、暴走パンダくんがあのあれ、世界、え英語が、日本語がもしも世界共通語だったらっていうね、動画があるんですよね。ぬいぐるみの動画でね。その動画であの、あれ、暴走パンダくんがインド人として登場してるって言ってね、だ誰かがびっくりしてたんです。確か直木さんだったかと思うんですけど、そ,うそれ、ね、そう、最初ね、実はこのね、暴走パンダくんはね、 最初ね、インド人だったんですよだからこのね「暴走パンダんはねずっとなまってんですよあのいつももんだけどーってなまってたでしょ最初ねあのー、あ,あれ話はね飛んだんですけどそう、最初ねそうインド人だったんですよねであのそう最初だからえぷんぷりくんとあと紫色のキャラしか出てなかったのかなあのパンパンみたいなねうん。であのー、なんだったっけおうん。 でだったんですけどあのも,し日本語もしも日本語が世界共通語だったらってある動画を出した時にあのインド人とタイ人がね登場するシーンを撮りたかったんですよね。それで「あーどうしようかな」って言うと「他にぬいぐるみ?」って言ったにこの暴走パンナー 目に止まったんですですあとこのねピーチちゃんねあじゃあこのピーチちゃんをタイ人にしてであのこのボースバンダコインド人ってことにしてう。もう全然インド人じゃないんですけど <laughs> ねであのあな,んだな何話したあのあタイ人のねあのピタイ人の設定のピーチちゃんが「あのー、自由の女神はどこですか?」って言ってあのボースバンダコが「自由の女神あ,あ、えー、な何だ,だかな ああっっちにあるよみたいな感じでしゃべって,うていうそ,そ,それがね最初だったんですよあの始まりがねそう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 だからピーチちゃんも生まってるんですよ。